アウディはフラッグシップクロスオーバー SUV-98 を6月に発表しましたが、その頂点に立つ RS-98 をオーストリアアルプスでカメラが捉えました。ほぼフルヌード状態で姿を見せた開発車両は六角形パターンを持つグリル、大型化されたコーナーエアインテーク、リップスポイラーが確認できます。また専用の体型スポーツホイール、六ピストンキャリパーのブレーキ、 楕円形の追ンエキゾーストパイプを装備し、市販型最終プロトタイプと見ていいでしょう。キャビンには、高精細デュアルタッチスクリーン、アルカンターラステアリングホイールなどが装備されるはずです。ワールドプレミアは、早ければ2018年9月以降で、2019年3月の、ジュネーブモーターショーが予想されます。パワートレインは、ランボルギーニ、ブルースと共有する4リットル V 型8。 企業ツインターボが予想されています。最高出力は、ウルスの 650PS を下回る 600PS 程度が噂されていますが、それでも、ライバルとなる、BMW-X6M の 575PS、メルセデス AMG-GLE63 時期型の 571PS を圧倒する馬力を誇るスーパー SUV と、言えるでしょう。アパロ。